佐々木健翔君。日本共産党の佐々木健翔でございます。今日渡辺大臣に金融のバリアフリーというテーマでお聞きをしたいと思います。政府はですね、総理大臣本部長として、障害者施策推進本部を設置しております。渡辺大臣もそのメンバーでございます。その基本計画にはですね、社会のバリアフリー化を謳っておりまして、ユニバーサルデザインの観点からすべての人にとって生活しやすい街づくり、ものづくりを推進するということが掲げられております。それに沿って重点施策実施5カ年計画というのが策定されておりまして、今年度で終了して新たな5カ年計画を策定する、まあこういうことになっています。3年前に全銀協の会長が党委員会の参考人質疑のときにですね、こういうふうに答弁されました。どなたでも簡単にご利用いただけるようにユニバーサルデザインということを念頭において対応策の検討を進めてまいりたいと。竹中大臣も社会として望まれること、ところでありますので、しっかりそれをプッシュするような方向を見出していきたい、こういうふうに答えております。で、渡辺大臣の最初に基本姿勢、この点での基本姿勢を確認したいと思います。渡辺金融担当大臣。金融庁としましては、障害者の方々などに配慮した取り組みが金融機関の経営判断に基づいて自発的に行われることが企業の社会的責任の観点から極めて重要であると考えております。また金融庁においては、利用者利便の向上等の観点から企業の社会的責任事例集の公表を行うことにより、金融機関に対し障害者の方々に配慮した取り組みを含め、社会的責任を踏まえた取り組みを促しているところでございます。このような取り組みと相まって、金融機関における障害者に配慮した取り組みがより一層充実していくことを期待をいたしております。委員長。佐々木健翔君。そこでですね、この障害者の方々の中でも特に視覚障害者の方のですね、対応についてお聞きしたいと思うんです。で、銀行の視覚障害者対応 ATM、その数を確認したいんですが、都銀、地銀、大日銀、新金、新祖それぞれについてですね、台数と比率はどうなっているか、また金融庁がこの調査を始めた2004年5月と比べまして、現在視覚障害者対応 ATM の増加台数、全体に占めるその比率、これを示していただきたい。西原監督局長。金融局、金融庁。お答え申し上げます。この9月、平成19年の9月末時点での調査ですが、まず都銀につきましては、ATM の設置台数が全体で約2万2800台ございますが、このうち視覚障害者対応の ATM、これが約1万1110台ございます。従いまして、比率は約 49% ということでございます。地銀について申し上げますと、同じように ATM 全体では3万9800台、このうち、視覚障害者対応のものが9340台、従いまして比率が 23%、 約 23% でございます。それから大日銀でございますが、 ATM 全体が1万3600台、約そういう数字ですが、視覚障害者対応のものが約1620台、従いまして比率が約 12% となっております。信用金庫でございますが、全体で約1万9600台、このうち視覚障害者対応のものが約7800台、比率にいたしますと約 40% となっております。それから信用組合でございますが、全体で約2310台、そのうち視覚障害者対応のものが約640台、従いまして比率が約 28% というふうになっております。それから、この調査を開始した時点、スタート時点では平成、失礼、2004年の5月時点と、比較してまいりますと、都銀につきましては、
台数としては約7650台、この増えておりまして、その設置率で言いますと、当時 15%、約 15% でしたので、従いまして約 34% ポイント増加していると。それから地銀でございますが、この対応した設置台数が約6250台増えておりまして、増加設置率で言いますと約 15% ポイント増加していると。それから大日銀でございますが、設置台数で約1180台増加いたしておりまして、設置率では約 8% ポイントの増加ということでございます。それから信用金庫信用組合でございますが、これは比較の時点が取り始めたのが昨年の12月でございますので、その時点と比較いたしますと、設置台数で信用金庫については約1300台増えまして、その設置率で言いましても約 7% ポイント増えております。信用組合につきましては約270台増えまして、設置率では約 12% ポイントの増加ということでございます。委員長、佐々木健翔君。今細かな数字を教えていただいたんですが、総体としてはですね、3倍以上に増えておりまして、これ自体大変良いことだと思うんです。そこでですね、10月1日から民営化されたこのゆうちょ銀行について、お聞きをしたい。民営化される直前のですね、9月28日に、郵政公社に、確認をしてみました。これまでのゆうちょで行ってきた障害者向けの施策はすべて継承をするのかと言いましたら、継承いたしますという答えでした。郵政民営化の法案審議の際にもですね、このゆうちょ銀行の ATM は 100% 障害者対応だったんですね。でところがその民間銀行はですね、13% だったんです。そういう意味で、ゆうちょの方が優れていたわけでありますが、麻生大臣はですね、そうなっているのは公という意識の問題だと、こういうふうに答えました。で渡辺大臣にお聞きしますけれども、この障害者向け施策というものはですね、ゆうちょ銀行になっても全部継承をし発展させると、こういう基本姿勢、これは今後とも変わりませんか。渡辺金融担当大臣。ゆうちょ銀行におけるここのサービスの中身については同行の経営判断に委ねられるのが基本でございます。日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画というのがございます。そこにおいて、これまで日本郵政公社で取り扱ってきた郵便貯金、郵便為替、郵便振替等については、同様の商品サービスを引き続き提供し、お客様のニーズにお応えしていきますとされています。同行においても民間金融機関として望まれるサービスの提供がなされるものと期待をいたしております。またご指摘の視覚障害者の代筆につきましては、ゆうちょ銀行からは以上でございます。委員長、佐々木君。聞いてないところまで言わなくて結構なんですね。まずこのゆうちょ銀行のですね、 ATM 全体の設置台数を確認をしたいと思うんですが、2004年度から今日までの推移、2007年度のその撤去計画と新設計画ですね、これどうなっていますか。金融庁西原監督局長。お答え申し上げます。ゆうちょ銀行の ATM の設置台数でございますが、前身であります、日本郵政公社の郵便貯金業務における ATM の設置台数ということで見てまいりますと、いわゆる2004年度末では26,519台、それから5年度末ですが26,297台、6年度末では26,103台ということでございます。それで今年度でございますが、
これにおきましては、今、計画の段階ですが、ATM の撤去対象台数というのが131台というふうに伺っております。そのうち再配置するものもあるということですが、再配置台数は現段階では未定であるというふうに伺っております。なお、新設予定台数はないという具合に承知をいたしております。委員長、佐々木健翔君。今の数字聞きますとですね、ATM の全体の設置台数がどんどん減ってきているわけです。で、しかもですね、今年度、131台も撤去してしまうと。で、新しく作るのは全然ないと、まあ、こういう話でありますので、私は竹中大臣が郵政担当大臣だったときにですね、この民営化によって、これを交代させるということは想定されないんだという答えが あったわけです。で、しかしですね、実際に、まあ、近くにあった ATM がなくなって不便になった人がいるわけですね。で、それだけ、まあ、サービスが後退したわけです。障害者にとっても、せっかく 100% 視覚障害者対応になっていてもですね、この身近にあった ATM が減ったのではですね、なおさら不便になるということに。で、渡辺大臣をお聞きしますが、まあ、その地域で利用する人があるわけですから、ATM についてはですね、あまりその極端な減らし方っていうのはやるべきじゃないと思うんです。で、サービスは低下させないと、まあ、こういう基本姿勢から言って、このどんどん撤去してしまうというのはですね、やはり問題があるのではないかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。渡辺金融担当大臣。ゆうちょ銀行は民間会社でございますから、当然、今までやってきたサービスが低下をするということになりますと、お客様が離れていってしまうということになろうかと思います。まあ、先ほども申し上げましたように、民間金融機関として望まれるサービスの提供がなされる、まあ、そういうことが期待されているわけでございますので、その期待には応えてくれるものと考えます。委員長、佐々木健翔君。民間銀行になったから何やってもいいということにはならんわけであって、やはり、しっかりとですね、サービスを低下させないといった以上は、サービスを維持してもらわなければ困るわけであります。次に、先ほどもちょっと答弁が先走ってありましたが、ゆうちょ銀行の窓口の、この視覚障害者に対する代筆という問題です、代書の問題です。例えばですね、愛知県のある市の郵便局で、この9月に全盲の障害者がですね、視覚障害者が窓口で、書類の代書を依頼した、まあ、それはこれまで通りやってくれたらしいんですが、その時にですね、こう言われたというんです。10月になったら民間になるので、代書はできなくなると。で、東京の大塚でもですね、9月に郵便局に行ったらですね、視覚障害者がこれまでは公務員だったからできたけれども、今後はですよ、民営化されるので、代書は行わないんだと。上からの指示が来ているんだと。こういうふうに言われたっていうんです。で、視覚障害者の方はですね、まあ、展示で民営化のお知らせが届いて、その中には、これまでとサービスは変わりませんと書いてあった。それにもかかわらず、郵便局もこう使えなくなってしまうんじゃないかと、これだとですね、そういう不安が広がっているわけです。で、こういう事実を金融庁としてですね、どう把握されているのか、サービスを低下させないという国会答弁、これに照らして、きちっとそこはその正すということが大事だと思うんですが、いかがでしょうか。渡辺金融担当大臣。視覚障害者の代筆については、法令上の規制は存在いたしません。代筆を取り扱う場合には、一般にそれぞれの金融機関の内規でその取り扱いが定められております。ゆうちょ銀行においても、その手順が定められていると聞いております。また、視覚障害者の代筆について、ゆうちょ銀行からは、民営化後においても引き続き行うこととしていると私どもは聞いております。委員長、佐々木君。時間が参りましたので、最後ですけれども、
これはゆうちょ銀行だけじゃなくて、金融機関全体に関わる問題でありましてね、視覚障害者の方が銀行に要望しているのは、プライバシーを守りながら、この複数人で確認すると、これが大事なんですね。不正が起こらないようにするということですね。で、銀行によってはですね、下ろすときは代筆はしますが、このローンは代筆はしませんと、こういう対応しているところもあるということで、私は各銀行の内規、今おっしゃいました、この内規というものがどのようなものになっているか、これ大変大事だと思いますので、ゆうちょ銀行、都銀、地銀、大日銀、信金、信託ですね、この代筆、代書の内規を作っているのはどれだけあるのか、それからその内容についてもですね、ぜひ調査をして、報告をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。監督局長、西原監督局長。お答え申し上げます。窓口におけるその代筆の問題でございます。これについて内規において規定している期間数、今現在はつまびらかにはしておりませんけれども、私ども調べた限りでは、例えばゆうちょ銀行あるいは都銀、これについてはすべてのところで内規を設け、複数で対応というようなことも規定をされております。それ以外におきましても内規を定めて対応しているということが相当数ございますが、いずれにしましても、やはりこの本人の意思確認をきちんと行いながら、障害を持つことでサービスが不当に制限されるということのないように配慮するということが望ましいというふうに考えておりまして、私どもとしては各金融機関において適切に対応していただきたいと考えておりますし、それを促していきたいというふうに考えております。委員長、ぜひ実態を調査をしてお知らせいただきたいと思います。以上でございます。はい。